皆さんこんにちは今回は今大人気のネイルデザインシーリングスタンプネイルに挑戦してみました先日インスタのストーリーズでシーリングネイルはやってみたいですかという質問をしました結果はこんな感じでしたやってみたいやってみたいけど難しそうという方が多いようですシーリングスタンプネイルもいろいろなやり方があります で私もそのいろいろな方法を試してみたんですがこのやり方が一番簡単で可愛いなと思うやり方にたどり着きました。ということで今回は100均ジェルネイルで簡単にできるシーリングスタンプネイルのやり方をご紹介します。是非動画の方最後まででご覧くださいそれではどうぞ 今回ご紹介するシーリングスタンプネイルはこちらのクレイジェルを使ったやり方になります今回このシーリングスタンプネイルをアイシングジェルを使ってやってみたりですとか色々やってみましたでその中でやっぱり一番簡単だなと思ったやり方がこのクレイジェルを使ったやり方でした ちなみにこちらのクレイジェルはセリアの方で販売されていますこちらの粘土ジェルこちらはキャンドゥで販売されていますでそれぞれちょっと比較した動画こちらの方でご紹介していますのでよかったらご覧ください名前がクレイジェルだったり粘土ジェルだったり商品名が違うのでなんか使い道違うのかなと思われる方もいらっしゃると思うんですがどちらも粘土のようにこねて形を作ることができるジェルで使い道は同じですで 今回はこちらのセリアのクレージェルを使ってやっていきます。 では、早速やっていきます。こちら爪の状態はベースジェルを塗って硬化した後にカラージェルを塗って硬化してあります。ちなみにカラーの方はこちらセリアのシナモンベージュを2度塗りして硬化してあります。このシナモンベージュ、すごいいい色味ですよね。もしかすると持っている方も多いかなと思うんですが、すごく肌馴染みが良く爪を綺麗に見せてくれるカラーなので、個人的にすごく気に入っています。今から作るシーリングスタンプネイルはこんな感じで透明感があって、色がまた だらに混ざったようなデザインをやっていきますこのシーリングスタンプネイルもいろんなデザインがありますよねなんかいろいろやってみたんですが私は個人的にこういうちょっと透明感があってこう色が混じり合ったような感じの方が好きなのでこれをご紹介していきますまずこちらのセリアのクレイジェルこちらをですね適量取り出しますでこちらは何でもいいんですけどこの粘土ジェルがくっつきにくいこのクッキングシートをカットしたものですこれ本当にくっつきにくいので粘土ジェルがこね 取やすいのでおすすめです適量取り出しますだいたいどれぐらいだろうまあのせる爪の大きさとかにもよると思うんですけど今からこの親指に乗せていくのでまあ、イメージしてまあ、これぐらいかなっていう適量を取り出しますこれをですね一旦ちょっとヘラペッタくしておきますキュッキュッとやって こんな感じで適当に伸ばしておきます。こちらのセリアのダークブラウン。このダークブラウンを使って少しだけ色付けをします。本当にちょっとで大丈夫です。結構たくさんの量で色付けをしてしまうと、この粘土ジェルがベタベタになってしまうので、少なめで大丈夫です。次に、 こちらのニュアンスホイールをちょっとプラスしてキラキラっとさせます。これはお好みで大丈夫です。手持ちのラメとかでも大丈夫なんですが、お好みで入れてみてください。これをちょっとだけパラパラっと入れます。 はい、こんな感じでちょっとプラスします。ちなみにこちらのニュアンスホイルはネイルタウンで購入しました。べっ甲ネイルとかに使っても可愛いですし、なんかちょっとアートにプラスするとすごい可愛くなるのでおすすめです。これをですね。こんな感じで混ぜていきます。で、この混ぜ方もむちゃくちゃ適当でいいんですよね。あのなんとなく混ざればいいので綺麗に。あの。 この完全に綺麗に混ぜ込まなくても大丈夫です。で、こんな感じで適当にもうこれぐらいで大丈夫です。混ざったらこれを取って爪にペタッと乗せます。で、こんな感じで載せたら次はこちらを使います。で、こちらはセリアで販売されているマグネットアートスティックなんですけど、この丸い部分、これが今回のこのシーリングスタンプネイルにちょうどいいんですよね？ なのでこちらを使っていきますでこういうステンレス製のものって粘土ジェルがベタベタとくっついてきてしまうのでここにエタノールをちょっと軽くつけてからこうペタペタと形を作っていきますパレットなのにこうやってちょっと出しておいてエタノールをこうやってつけながらアートをしていきますエタノールをつけてでこれをペタッと押していきます で適当にこういうシーリングスタンプのように形を作っていきます本当に適当で大丈夫ですこんな感じでねちょっとペタペタと真ん中をこう丸くするような感じでするだけですでにもうシーリングスタンプっぽい感じになるんですけどだいたい作って たらあとはシリコンペンペなどで形をさらにに綺麗整えていきます綺麗な丸とかにしてしまうよりかは程よくぐにゃぐにゃっとした方が可愛いので本当にもう適当に形をちょっとわざとぐねぐねさせてみたりしてでなんかお花のような雰囲気になるぐらいぐにゃぐにゃってしてる方が可愛いかもしれないです。 ちょっと周りの形を整えたら、もう一度真ん中のこのくぼみを整えます。で、こんな感じでできたら硬化します。 はい、硬化しましまた。もうすでにシーリングスタンプネイルっぽくなってるんですがなんかまだちょっと透明感が強くてほんのりとブラウンに色づいている程度なのでさらにあの色づけを加えていきます。先ほど色づけに使ったダークブラウンを使ってやっていきます。 次色づけを直接塗っていくんですけど、ハケに取る量はかなり少なめで大丈夫です。本当にちょっとだけハケに取りますあの。本当に適当でいいです。なんかムラとかになってもいいですし、適当にピュッ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 と色をつけていきます。なんかそうするとちょっとあだらな色合いになって、ちょっとべっっぽい雰囲気になるんですよね。なので塗る部分と塗らない部分を作って、 で、こういう感じで色ムラを作るような雰囲気で塗っていきます。お好みの濃さにちょっとこう。調節できたら硬化します。 次はこちらのシールを貼ります。こちらは先日セリアで購入したんですけど、この白と黒がありました。今回はこちらの黒い方を使っていきます。このままシールを貼ってしまうと未硬化ジェルが残っている状態でベタベタとしてきれいにシールが貼り付かないので一旦こちらのノンワイプトップコートこれを薄く塗ってからシールを貼っていきます。これをシールを貼りたい部分に薄く塗っておきます。 これを結構多めの量で塗ってしまうと、このシーリングスタンプのこの凹凸、これが消えてしまうので、なるべく薄く塗ってください。塗れたら硬化します。硬化したらシールを貼ります。これをペタッと、こうやってイニシャルが入るだけでそれっぽくなるんですよね。はい、こんな感じで貼りました。 でちょっと今回さらにですね、このシーリングスタンプの中にもちょっとキラキラとアートをしたいなと思います。今回はこちらのゴールドのスタッツとパールをのせていきます。こちらのベースジェルを糊代わりに塗っていきます。これもかなり薄く塗って、スタッツとパール。もう一個のせてみようかな。かわいい。 なんかちょっとこうやってのせるとすごい可愛いですよね。こんな感じでできたら硬化します。あとは仕上げにノンワイプトップコートを爪全体に塗って仕上げていきます。せっかくのこういう凹凸が消えてしまわないように、シーリングスタンプの部分はなるべく薄く塗っていきます。爪のギリギリの部分は、もし塗りにくいようでしたら細い筆を使ってもらっても大丈夫です。 皮膚につかないように注意してください。はい、濡れたら硬化します。はい、これで完成です。かわいいですね。ちょっとこの透明感のある感じと色が混じり合ったような色合いが個人的にすごく気に入っています。 でこのようにこのブラウン系のカラーとホイールを混ぜ込むことでなんかちょっと別行風のようなシーリングスタンプネイルになってめちゃくちゃ可愛いんじゃないかなと思いますこんな風に粘土ジェルでやると結構適当にやってもそれっぽくできるのでおすすめです他のネイルはこんな感じにしてみましたでこのサブアートもすごく可愛いいので動画後半の方でやり方の方をご紹介しますで先にシーリングスタンプネイルの色違いを作ってみたのでお見せします はい色違いはこちらです可愛いですよね。これもやり方は全く同じで使ったカラーや中に混ぜ込むものを変えてやってみました。では使ったものをちょっと順番にご紹介していきます。まずはこちらです。これも可愛いんですよね。 こちらのベースカラーは先日セリアの方で新発売されましたベルベットグレーを使っています。こちらを2度塗りしています。シーリングスタンプにはブラックを使いました。セリアでちょっと前に買ったものなんですが、3色ある中のこのゴールド、こちらのシールを使いました。これも可愛いんですよね。このシールもすごい可愛いからおすすめです。こんな感じで貼ってみました。ね、これも可愛いですよね。次はこちらです。 こちらのベースカラーも先日新発売されましたセリアのベルベットピンクです。こちらは二度塗りしています。シーリングスタンプの部分はバーガンディで色付けしています。中に貼ったシールは先ほどご紹介したセリアのこちらのシールなんですけど、パールとスタッツを置いて、さらにセリアの押し花をここにちょんと置いてみました。このシーリングスタンプの中にちょっとこうやってパールとかストーンとかこういう押し花を乗せても可愛いんじゃないかなと思います。こちらのシーリングスタンプ にも先ほどと同じようにネイルタウンのニュアンスホイールを混ぜ込んでいます。次はこちらですね。これもむちゃくちゃ可愛くないですか？ これもすごい気に入ってるんですけど、この透明感のあるキラキラのシーリングスタンプがむちゃくちゃ可愛いです。こちらのベースカラーはセリアのフローズンホワイト。こちらを2度塗りしています。フローズンホワイトは真っ白じゃなくて肌になじむようなホワイトで個人的にこれもおすすめです。シーリングスタンプの中に混ぜ込んだラメはこちらです。これもセリアで販売されているグリッターパウダー、シャープ1のピンクとセットになっているこちらのカラー。これを粘土ジェルの中に混ぜ込みます。 カラーとか混ぜ込んでないのですごく手軽でめちゃくちゃ可愛くできたのでおすすめです。 ちなみにこちらのグリッターパウダーは全部でこちらの3セットあります。以前こちらの動画の方でもご紹介していますので、よかったら参考にしてみてください。中に混ぜ込むこのグリッターを変えると、また雰囲気が変わるんじゃないかなと思います。ラメ系なんでもいいんですけど、お餅のラメ系を混ぜても可愛くなるんじゃないかなと思います。こちらのシールは昔セリアで買ったやつなんですが、このハート で、このハートのシールをちょっと貼ってみました。だから、イニシャルとかそういうものじゃなくても、なんかちょっとこういうゴールド系のものとかをちょっと貼ると、それだけでも可愛くなるんじゃないかなと思います。で、それプラスピンクのおしばなとパールをちょんちょんと乗せてみました。こんな感じで、ちょっとパールとおしばなを添えるだけで、これもまたさらに可愛さがアップするんじゃないかなと思います。 次はこちらです。これもシンプルなんですが、あのちょっとあの大人っぽい雰囲気になって、これもおすすめです。ベースカラーはこちら、セリアのプラムピンクラメ。こちらを2度塗りしています。でこのプラムピンクラメもめちゃくちゃいい色合いで、これもすごいおすすめのカラーです。こちらはクレイジェルの中にホワイトのカラーを混ぜ込みました。ちょっとこの粘土ジェルにホワイトを混ぜ込むと、天然石風のマーブル系になって、これもすごい可愛いですよね。 こちらのイニシャルはホワイトのこのイニシャルシールを貼りましたこれも可愛いですよねなんかちょっと大人っぽい雰囲気でこれもすごく気に入っています 最後はこちら。これも可愛いですよね。こちらのベースカラーはセリアのモカベージュラメ。こちらは2度塗りしています。落ち着いた色合いで肌馴染みが良くて綺麗な色合いです。こちらのシーリングスタンプはもうクリアのまま形を作って、上にダイソーのシアーマイカホワイト。これをちょんちょんちょんと塗ってみました。なのでこれも混ぜ込んでないので結構手軽に簡単にできます。シールはこちらのイニシャルシールです。こちらもブルーのシバナをちょっと加えてみました。ベース カラーの方にこのマイカを使っても可愛いと思うんですけど、シーリングスタンプの部分にこうやってちょんちょんとマイカをちょっと乗せても可愛いんじゃないかなと思います。こんな感じで色や中に混ぜ込むものを変えるだけで、また違った可愛いシーリングスタンプネイルを作ることができます。メンの感じもすごい可愛いですよね。では最後にこちらのサブアートの方をご紹介します。 こちらのサブアートの方もシーリングスタンプに合わせて、ちょっと色の混じったようなタイダイ風のネイルアートにしてみました。シナモンベージュ、こちらを一度塗りして硬化してある状態です。次にこちらのシナモンベージュとダークブラウンを使って、タイダイ模様を作っていきます。このタイダイ模様がふわっとうまくなじむように、先にベーストップを塗っておきます。これを薄く爪全体に塗っておきます。 で今回このベース＆トップを使っていますがベースジェルでしたら何でも大丈夫です。このシナモンベージュを適当にこうやってちょん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 とのせておきます。こんな感じで5点ぐらい置いてみました。適当で大丈夫です。でこのダークブラウンも同じように適当にのせます。そうしたらこのベース＆トップのハケを使ってタイダ柄をアートしていきます。 で、これをですね適当でいいんですけどフわーっとこの表面をこうやってちょんちょんちょんと触るような感じであのすごく優しい力でぼかしていきます。こんな感じでで大丈夫す。す。うままく混ざったら硬化しハケに色がついてしまうので必ずきれいにしてからしまってください。 次にこちらのシーリングスタンプにも混ぜ込んだこのネイルタウンのニュアンスホイルこれをのせていきますベースジェルをのり代わりに塗りますこのニュアンスホイルを適当に散らしていきますはいこんな感じでのせれたら硬化しますであとは仕上げにノンワイプトップコートを爪全体に塗って硬化しますこれで完成ですとても簡単なんですけどなんかちょっと わっと色が混じり合う感じがすごく可愛いんじゃないかなと思いますシーリングスタンプネイルも今すごく大人気でやってみたいなという方も多いんじゃないかなと思って簡単で可愛く見えるシーリングネイルのやり方をご紹介しました少しでも参考になったら嬉しいですぜひやってみてください今回の動画が良かったと思った方は高評価の方お願いいたします また簡単にできるネイルデザインもご紹介したいと思っています。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。